俺のクマ AWM。 はい、どうも、スコイです。今回はですね、まあアプリエイトでイベントやってまいりましたんで、そちらの方を見ていこうと思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、まあね、いろいろイベントの方が追加されています。まず体験もらえるやつね。ログインでさ、体験もらってもあんま嬉しくないよね、これね。正直な話、まあ持ってる人はダイヤ作れるんでいいんじゃないですか。はい。あとまあ限定金券がもらえるですね。これもログインだけでいいって感じ。うん。ログイン勢として公演に残ってねって感じですよね。あとまあ同じく限定金券もらえますよっていうイベントが追加されてます。あとはまあ金券300金券チャージしたら返ってくるっていう感じですね。最大1500やけん。一回チャージして、それでまあ毎日ログインすれば、まあ1500金券返ってくるっていう。とりあえずこれチャージしておきましょうか。OK です。とりあえず、チャージしてまいりました。これもうすぐもらえるんだ。とりあえず、ログインしとけば、毎日もらえるって感じなんで、課金する予定がある人は、こちらで、チャージしておいてから、回っていけばいいと思います。5倍になるんだったら結構まあ。と、あとこれ、マッチ参加で現金ゲットのチャンスと、これどうやったらもらえるわけ？なんか、通常入ったらもらえるみたいになってますけれど、毎日試合、5試合参加で、ロビーにいて、フェスギフトが、あ、じゃあとりあえず試合行けって感じなんだ。なるほどね。試合行ってくださいって感じです。露骨にこれ通常行かせるね。後で行きましょう。まあ、以上が、今回のイベントって感じですね。とりあえず試合してくれって感じがひしひしと伝わってくるって感じの内容っていう風になってますね。で、限定金券の交換の方も結構いろいろ増えてるって感じですよね。銃が前回よりもだいぶね豪華になってるっていう具合っすよ。2機種とか入ってるっていうですね。あともう俺交換しきってるんだよな。桜の AW とか、まあ、これも俺持ってるからね。まあ結構内容はいい感じなんで、まあ、限定金券ゲットしたら交換すればいいんじゃないですか。とか、まあ普通に電動ガチャチケットあるからこっちでいいんだよな。勲章とか俺ここら辺交換すると思うわ。交換しきった後も普通にシーズンパックあるからね。シーズンパックでいいんだよな。うん。シーズンパック交換して、まあ、なんかかぶせて、近重チキンするっていう、そっちの方がいいのかもしれないです。でも、とりあえず、通常の方行きましょうか。行ったらもらえるんでしょ。嵐にいいんだよね。行ってマッチング終わらせてから、どうなるか見ていきましょう。OK、とりあえず、戻ってきました。これで、もらえるんかな、普通に。一般受け取り。なんか、ボックスがもらえるみたいな。あ、あたたた、これでもらえるんだ。こっからもらえるって感じなんだね。LINE でいいだろう、シェア。あ、ダメか。Twitter シェアじゃないとけん。めんどくさ。これで、ギフトの方受け取ればいいと。これさ、シェアでももらえるってなってるとけん。人がシェアしたやつも押したらもらえるんかな。一回後でやってみよう。ギフトをやってから。まあ、俺がその、Twitter にシェアする意味はあんまないかもしれんけどね。人のやつ、人が勝手にシェアしたやつ、検索してゲットすればいいだけだから。あ、勲章ね。まあ、なんもないよりは全然いいっしょ。一回ちょっとシェアしてみよう。適当ななんか、リプの方にね、共有のツイートを貼っておきつつ、ハッシュタグなんかねえかな、これ。ハッシュタグねえんだ。あればいいんだからね、これ。文言ねえかな。現金無料抽選で検索すればいいか。人のやつ押してから勝手に。縦画面で？めんどくせえな。こっから行けねえんか。あ、これでもらえるんだ。あ、なるほどね。普通に縦画面になってももらえるんで、とりあえず検索してゲットしとけばいいと思いますね。バンバン検索して皆さん押しまくってゲットしましょう。2個目、3個目、4個目。これ勝手にフレンドリストで送れてしまうのがさ、ちょっとややこしいね。5個目。5個で終わりかな？まだもらえるんかな、これ。あ、5個までなんだ。1日5個って感じだね。いいね。もらえるのはいいと思います。OK です。もらってきたんで、開封の方していきましょうか。これね、何が出るんだろう。ダイヤとか。まあ、勲章とかかな。一人車出した人いましたけどね、リスナーさんで。全部ダイヤやん。ね、全部ダイヤじゃん。そんななんか、微妙っすね。あとは自分で周回した分もらって終わりって感じですかね。毎日まあ共有リンク適当に押しといてやっとけばいいと思います。あとなんか射撃場行きましょうか。バグってるらしいんで今。なんかね、あるらしいんですよね。サプつけるとバグるらしいんですよね。サプどこだったっけ？サプがバグってるっていうね。これ撃つと、笑うでしょこれ。これどういうバグね。何これ。あ、これはならないんだ。音があるからね。地面とかでいいかな。素晴らしい。僕の居場所なんてどこにもない。どういうことやろうな。素晴らしい。これしかもさ、僕の居場所なんてどこにもない。他の人にも聞こえるんですよね、この音。メンストとかがやばいらしいですね。ちょっと一回行ってみよう、メンスト。めっちゃうるさいじゃん。逆にね、無音になってるもん。数が多すぎて。やばいっしょ。やばすぎるっていう。あ、しかもこれメンストでももらえるんだ。メンストでいいじゃんな。じゃあ、ね、やるんだったら。わざわざやる理由はないっすよね。メンストでいいんだったら。あとこれ、あれっすね。共有シェアリングやっても、下側にこれ得ないっすね。全く得ないじゃん。そんな感じなんで、バグ楽しんでみるといいと思います。
はい、ということで今回も皆さんの疑問や質問に答えしていこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、スター君主はお動物かと、ね、このままなんか放置して終わりそうな気しますよね。どういう扱いをしてくるんかっていう。まあでもこの後も配布ありますんで、何かしらに使えるような形にはしそうですけれど、わかんないですよね。まあ無理だったらパックと交換すればいいですから、パックと交換して電動チケット作っていくっていう、そういうふうに、まあ、運用すればいいんじゃないですか。はい。で、次ですね、鎧とドレスはもういらんと。で、多すぎますよね、最近。鎧系とドレス系ね。ドレス系結構被るになりましたしね、この間のなんかシーズンの服とか、栄光の服と、まあ、新しいですね。まあ、ピンクの服、金箔の、マクラーレンのガチに入っている服、ほぼ同じやんっていう。それはもうだって、ね、同じすぎるよって思いましたもんね。せめてその色変えとけよっていうふうに、もう思いまして、なんでその同じにするのみたいな。全部同じやんっていうふうに思いましたね。いや、一人ぐらいさ、黒のドレスにしろ。全部その、明るい色じゃなくて、一人黒のドレス。黒のドレスってそれだけで結構見た目違うじゃないですか。印象違うんで、黒のドレスにしとけって思ったのに、なんでその、色変えないのみたいな。服の色変えるだけやったら、どんな難しくないだろうって思った。まあ、あと鎧系もね、まあその公明的なやつ紹介しましたけど、まあ、公明的な服と三国志のなんかあの鎧系の服同じだもんね。もう全然俺も全然同じやんって思いまして、なんでその被せるのみたいなね、せめて色チェンしとけって思いますもんね。いや緑緑やったら同じやんっていうね。はい。で次ですね、ホームページも安心安全の中華設計とね、もうあれ確認しとけって思いましたよ。見れないのね。なんで確認しないのっていう。もうサイト制作したらもう確認絶対するべきだろっていうね。確認しないと作れないしさ。なんで確認してないんだっていうね、あれ思いましたよ。何やってんのみたいな。僕がそのメモ帳でその昔ですね、ホームページを作っていた時も、それでさ、確認したのに、ね、あの手のそのホームページで確認しない、もうありえないもんね。ありえない。もうほんとありえない。サイト制作で確認してない、もう意味わからんもんな。ゲームとかやったらまあ漏れが出るのは仕方ないんですけれど、要素が多すぎますんで。サイトはそんな要素多くねえからさ、やっとけよ確認さ。めっちゃ雑だもん。もうあんなんで給料もらえるんだと思って、高給取り。ね、いい仕事してるわ本当に。で次こちらですね、コアピークは面白いのにチーター減るどころか全シリーズにより数増えている。自国のチーターはスルーするのかな。 APEX モバイル運営には頑張ってほしいと。 APEX モバイルもチーター増えそうっすよね。中国人がどれだけ入ってくるかっていう、そこら辺がねすごいなんか大事になってきそうですけれど、まあ、あんまなんか今の流れ見るにそんななんか入ってこなさそうな。向こうで APEX モバイルってできるんかな。新規リリースゲームできないからワンチャン始まらない可能性あるんで、まあでもそれでもチーターは増えると思いますね。チーターの管理ってのは大事だと思いますし、まあ、PC よりもスマホの方が、まあ、チートでですね、それハードルが低いんで、サードパーティーツールの検出機能が弱いですからね、スマホの方が、まあ、ですので、まあ、どこまで管理できるのかっていうところがですね、ちょっと見てみたいところでありますね。まあ、中国の怖い行動は、まあ、チーターが増えすぎた結果されたっていう側面が結構強いですからね。向こうの方が、まあ、チートに対してどうにかしろっていう話も多かったですし、普通にそのプロチームだったりとか強いチームって言われているようなところが、まあ、メンバーチート使っていて、それをですね黙認しているような流れっていうのが、まあ、強かったですから、向こうのそのチーターによるゲームの汚染ってのはひどかったからですね。まあ、ですので、なかなかその全てを処罰するってことが難しかったっていう、それはあると思いますね。ただまあその結果ですね、向こうのコア行動ってのは完全にされてしまったっていう、まあ、日本よりもずっとずっとですね、まあ、チーターによってゲームが破壊されてしまったのが中国のコア行動っていう風になっているわけなんですけれど、まあ、チートの管理、まあ、チーターをどうやって取り締まっていくかっていうところはすごい大事かなと思います。そもそもチートを使えないようなそういう構造にしていかないと、まあ、難しいっていう、使うことが非常に困難、使うというところに行き着くまでが困難っていう感じにしないとですね。まあ、やっぱその例えばランク1のマッチングを、まあ、本人認証しないとできないとか、まあ、そこまでいかないと、まあ、なかなか難しいかなと思います。